本の F2 後継機計画は次期戦闘機計画だけど、その別名を F3 計画とも呼ばれていることを、みんなは知っているかな？純国産を目指して開発されている次期戦闘機と同時に配備される予定となっているものだな。AI を搭載した無人戦闘機 UAV だっけ？そうそう。今回はその UAV の詳細について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現実は残酷であり、ボタン一つで地球の裏側にいる敵を、顔を見ることもなく殺し、顔も名前も知らない人間を殺したことに痛みを感じることもないという映画のものでは全くないんだ。激烈な電子戦環境下で死ねる戦力としての役割を期待され、有人戦闘機からの歓声を受けつつ、敵戦闘機を的確にほふって航空優勢を確立するウーという代物になると予測されているよ。2021年5月、防衛省は現在開発中の F2 戦闘機の後継機となる、国産次期戦闘機と連携して使用される無人機のフルスケールの実験機開発関連費について、2022年度予算の概算要求に盛り込む方針ということを公表したよ。次期戦闘機は国内企業グループで開発が進行中であり、目標として2030年代半ばからの配備と戦力化を目指している状態だね。作戦任務遂行のための根幹となるミッションシステムやインテグレーション技術に加え、ウェポン武器を統合する火器管制システムなどの研究も進められており、純国産戦闘機として期待されているみたい。また、英国等との共同開発により、F-35 よりも強力かつ致死的な第5世代機を目指しているとも伝えられているんだ。無人機についてはこういったシステムとの連携は言うまでもなく、苛烈な電子戦環境下における無人機自体の自立飛行性能も求められているってわけ。複数の無人機を完成するには、その操作のほとんどが自動化されており、人は攻撃や電波発射等の重要な決定のみ介入するウートイレベルでの自立能力が必要となるからな。特に、複座戦闘機による完成が予測されている場合には、一人で複数機を完成する必要があるため、これが顕著になるぜ。これら無人機の任務は、戦車及びシューター。すなわち、戦闘機の前方に展開してのステルス機の強制探知とその撃破や電子戦、そしておとりとしての役割を担うことになるよ。現在はステルス機である F-35 がこの任務を担っているんだけど、ステルス機とはいえ前方に展開しての電波発射や、ウェポンベイを開いての攻撃は事故位置を想定される危険性が高まるんだ。無人機であれば、パイロットの人命を気にすることなく、敵ステルス機の前まで大胆に進出して探知、そしてミサイルを発射して撃破するといったことが容易に行えるからね。ステルス機を探知するには、大出力のレーダーを用いるか、接近する必要があるんだ。大出力のレーダーを用いればステルスといえど探知はされるし、接近したならば従来のレーダーで探知できるか、もしくは IRST などの光学センサーに引っかかるよ。しかしながら、大出力のレーダーは当然逆探知されやすいし、接近すればそれが感知されることは言うまでもないってわけ。電磁波領域での戦闘はイメージがつかみにくいだろうけど、真っ暗な雑多とした倉庫か何かの中で敵味方が懐中電灯を、つけたり消したりしてお互いの位置を探っているというイメージをすれば良いんじゃないかな。ステルス機とは黒ずくめの、図体が小さい戦闘員であり、遠くから懐中電灯で照らしたとしてもその姿を認めるのは難しいよね。AWACS は言うなれば投光機であり、地域全体を明るく照らすことができるが、当然その位置は容易に認めることができるってわけだ。電子戦では強力なライトかレーザーで敵の目を潰しているような格好となるが、これも位置型の敵から見えるぜ。無人戦闘機は、このステルス機探知という難題に対する一つの答えってところかな。さらに、パイロットが搭乗しないことにより、コックピットや生命維持装置等の装備を搭載する必要がなくなるよね。これは、例えば同じエンジンを搭載したとしても、戦闘のために必要な装備、例えばレーダーやミサイル等が、より重くて大きな高性能なものを運用できることを示唆するよ。その上、空力設計やステルス設計の上での大きな障害が減るため、エアフレームの性能としても高いものが見込まれる。そしてその高い性能を、人体の限界に制限されることなく発揮することができるなど、利点が多いってわけ。人命は地球より重いという通り、貴重な人材であり、育成に莫大なコストがかかるパイロットの命を気にすることなく、戦闘を遂行できるという無人機は、現在でさえ人手不足に苦しみ、将来は少子高齢化が予測されている日本にとっては復縁となり得るよね。特に、次期戦闘機による制空戦闘では、有人戦闘機である次期戦闘機に機変隊が、複数の無人機を引き連れて、多数の敵を迎撃することも可能であるため、造成真っただ中の中国軍に対面している自衛隊としては F-35 の次に一刻でも早く戦力化にこぎつけたい装備なんだ。防衛省での無人機運用及び無人機開発構想の歴史は長く、
標的機から観測機、掃海用の無人潜水艇からグローバルホークに至るまでの各種無人機を運用しているよ。しかし、現在運用されているこれらはいずれも正面戦闘を実施するものではなく、あくまで部隊の戦闘能力を従前に発揮したり、的確な戦略判断をするための ISR 機材や訓練機材としての運用となっているんだ。次期戦闘機のウィングマンとしての運用が期待される無人戦闘機のような無人正面戦闘機材の運用は、海上自衛隊の対戦ヘリコプター型無人機である QH50-以降初めてとなるようだね。このような自立型対空戦闘機材としては、米国では XQ58 バルキリーが開発されているよ。このバルキリーを開発している会社は、アメリカ軍需産業界では無名だったクラトス社で、この機体は AI によって亜音速飛行と長距離飛行が可能になった自立飛行無人機であり、初飛行が2019年3月に行われたんだ。初フライトの成功以来、何回も試験飛行を重ねていたんだけど、2021年3月の6回目の試験飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したとアメリカ空軍研究所から発表されたみたい。このドローンは小型無人航空機アルテウス600と呼ばれているものだね。アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などの任務を実行できる優れものってわけ。アメリカ空軍は2019年に自立型無人システムの実戦配備を目指すスカイボーグ計画を発表しているんだけど、この計画では、組織化された無人航空機群を低コストで運用、維持し、紛争地域でスピーディな行動が可能になり、敵に決定的な打撃を与えて進行を阻止できるとしているよ。他方防衛省では、コンピューターが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用した研究を進めていると推測されており、今回の次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究成果ではないかと思われているんだ。また、防衛装備庁は2016年8月に将来無人機装備に関する研究ビジョンを公表しているね。内容は航空無人機の研究開発が中心だったんだけど、2019年以降には第3分類無人技術検証として遠距離見通し、外運用型無人機の技術検証に力を注ぐとしており、その後、第4分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を進めていくと見られているよ。この研究ビジョンでは、無人機研究に関しては前述の他にも近距離見通しない運用型、特殊飛行型そして携帯型ドローンなどが挙げられており、現在もこのビジョンを基本としつつ、実情に合わせながら無人機の研究開発が進行中と推測されるんだ。世界で最も早く第6世代戦闘機ないしは第 5.5 世代戦闘機を開発できると見込まれる自衛隊が、将来の戦場をデザインできる日も近いかもしれないな。現に2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局はロングショット開発計画を発表したぜ。そして国内3社に、空対空ミサイルを搭載して敵機を攻撃するためのドローンの設計を発注したよ。このドローンは有人機から操作することで、母機である有人機を敵機から防衛する盾として使用され、搭乗員の損耗をさらに減らしていけるだろうと考えられており、これは現在日本が開発を進めている次期戦闘機用の無人戦闘機と同様の役割を果たすこととなるんだ。将来的には、無人機に無人戦闘機の通信を中継させ、人は安全な地下バンカーから兵器管制を行うだけという形での対空戦闘の形が実現するという予測もあるぜ。いずれにせよ、我が国に侵攻するためには海上もしくは航空の手段を持って戦力を投入するほかないため、今後もこれらの領域での新技術の応用や戦力化競争に防衛省と防衛装備庁は積極的に参加していくことになるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、苗字についてだよ。苗字か、テレビとかでもやってるけど、結構知らない苗字があるよな。でも考えたら、残り少ない苗字の持ち主とかが結婚したりして、最終的には減っていくんじゃないの？お、いい目の付けどころだね。確かに、一人っ子などが結婚すると長女の家系などは苗字が変わるからそう思うよね。普通に考えたらそうなるよ。でも、専門家の人たちはそうならないと言っているんだ。なんでなの？それはね、一つ目の理由は苗字が同じ人がたくさんいるからなんだ。そして二つ目が苗字が珍しい場合は、途絶えないように養子に入ってもらうケースが多いそうなんだ。だから、全体としては種類が激減することはないそうだよ。だからなくならないんだね。よかったよ。珍しい苗字なんかそこの家系で生まれるだけで自慢できそうだね。確かにな。でも、ハンコなんかそうそう売ってないから、新しく作るときなんか大変そうだな。それはそうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。見てね。見てくれよな。また見てね。見てね。
見てくれよな。また見てね。見てね。見てくれよな。また見てね。